どうも、うずです。本日はちょっと Windows パソコンの話をちょっとしたいと思います。で、今回は Windows Vista、Windows Vista パソコンを使っている方に向けてのお話になるんですけれども、前々から言われていますが、2017年4月11日に Windows Vista のサポートが終わります。ただ Windows XP の時もそうだったんですけれども、サポート終了、マイクロソフトのね、そのサポート終了っていうのを受けても使い続ける方がいらっしゃったり、あとはそのそもそも Windows のその OS のサポート終了って何なの、そんなに大変なことなのっていう方も多いと思うんですね。それなのでちょっとお話しさせていただくんですが、簡単にね、 Android でも iOS でも MacOS でも、まあ、Windows でもこういうソフトウェア、ネットワークにつなげるソフトウェア、まあ、ネットワークじゃ以外からもあるんですけど、必ずこういったソフトっていうのは脆弱性ってものがあります。セキュリティホールとも言われるんですけど、プログラムを作った上で必ず欠陥とは言わないかな、欠陥じゃないんですけど、何かこうウイルスを入れられるような穴が開くんですよ、プログラム上に。で、要はそこに悪意あるメールとかソフトウェアを送り込まれて、情報の抜き出しとかパソコンが使えなくさせられるとか、もうね、機能しなくなっちゃうとか、そういうことが発生するんですね。で、それを防ぐために、いつもそういったパソコン OS とかそういったものソフトウェアとかは、その提供しているメーカーがその脆弱性をなくすために、常に更新プログラムっていうのを配信してるわけなんです、当ててるわけなんです。それなので Windows なんかはもう仕事でもプライベートでも使ってらっしゃる方いっぱいいるので、その脆弱性を防ぐというか修正するためのプログラムを更新し続けてるわけです。そのプログラムの提供を、まあ、Vista に関しては2017年4月11日で終わりにしますということになってます。まあ、簡単に言うと、ネットワークにつないで Windows Vista を今後使い続けていると、そういった脆弱性セキュリティホールをついて、悪意あるプログラムメールが送られてきて、その情報を抜き出しとかパソコンを機能させられなくなるようなことがあり得るということなんです。その確率が上がるということになります。まあ、そういうリスクを負うので、今後 Windows Vista を使い続けるのはちょっとやめてくださいと、もう新しい OS にしてくださいっていうのが、そのサポート終了に関するアナウンスの簡単な流れなんですね。そうは言っても Windows Vista をまだまだ使い続ける方も結構いるかもしれませんし、何とも言えないんですけれども、まあ、大抵そういった方はもうパソコンのことなんかよくわかんないし、とりあえずよくわかんないっていうことで済ましてしまうと思うんですが、そういう方が狙われます。お気をつけください。まあ、これはスマートフォンにも言えるんですけど、よくスマートフォンのアップデートがあるとよくわからないからとりあえずやめとくっていう方が多いと思うんです。パソコンとかこういう機械が苦手って方は。でも製造メーカーのね、製造メーカーっていうか、その OS を作ってるメーカーからのアップデートはやっといた方がいいと思います。ということで、本日ちょっと動画で言いたかったのは、 Windows Vista を現在もお使いの方は、そろそろ Windows 10にしといた方がいいかなと思いますので、パソコンの買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。パソコンがねまだ必要っていう方はね、もうパソコン必要じゃないって方も結構いらっしゃると思うんで、タブレットとかスマホで十分って方はまた別なんですけど、Windows パソコンを使い続けたいという方はぜひ Windows 10にすることをお勧めします。結局はね、7も8もサポート終了期間っていうのは設けられてますから、だったら今 Windows 10が一番今現在では長いスパンで使えるので Windows 10でいいんじゃないかなと思います。本日は、Windows Vista 間もなく終了になりますので、個人情報とかを一緒に共有される方は特にパソコンの検討をしてみてはいかがでしょうかっていうお話でございました。本日の動画が役に立った、良かったっていう方はぜひ高評価の方をお願いいたします。たまに真面目な話をする私のチャンネルですが、基本ゆるゆるなチャンネルなので、今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ではまた別の動画で、バイバイ。